何をおっしゃるんだもの、止めてあげたらどう。へえ、そのお部屋が。お部屋なら冗談の間が空いてるじゃないの。それ奥の書院作りの。あれはお大名方のお泊まりになるところで。そのお二人だってお大名がやつしているのかもしれないじゃないの。お歌は面白そうに含み笑いをするのです。とんでもないお客様。だから止めてあげなさいよ。どうしても部屋がなきゃ私の部屋でもいいじゃありませんか。そのおもながの方は向こう柳原の八兵衛さんというこんにゃく屋さん、私の色よ。こんなことを言って笑っているお歌です。お歌の言葉添えを塩に平次と八五郎はともかくも中へ通されました。お歌は金谷の娘お梅と一緒だったので、さすがにそこへ通すわけにもゆかず、番頭は何やら一人で飲み込んだことを言って、二人を便所の前階段の下の恐ろしく陰気臭い長与城に案内してくれました。大変な冗談の間だね親分。あたりを見回しながらガラッパチは贅沢を言っております。文句を言うな。これでも女くせえ部屋よりはマシだと思え。ありがてえ幸せで。まだこの男はお歌と同じ部屋に泊まれなかったことを悔しがっているのでしょう。ところでこうなると一刻の無駄もできねえ。箱根をこすめ。できりゃ今晩にも三本の恋文を持ってるやつをめっけて、なんとかしてそいつを取り消さなきゃならねえが。手のいいごまの灰だね親分。取ったものを取り消すんだよ。大勢の人の命に関わることだ。悪人の悪巧みを取りひしぐためだ。天下正室のためと笹野の旦那がおっしゃったよ。どんなことをやっても構いませんね親分。泥棒するわけじゃねえ。低芸のことは勘弁されるだろうよ。平次もそこまで突き詰めているのです。それじゃあ何を笑いやがる。嫌な野郎だな。おかしいわけじゃありませんが、こう一人で笑いがこみ上げるんで。バカだな。親分とあっしと別々に働いて手柄比べはどんなもんでしょう。何？手柄比べ？ええ、どっちが先に三本の色踏みを手に入れるか、七万両の絵図面でも構いやしません。とにかくあっしはあっし、親分は親分で探ってみようとこういうわけで。八五郎は恐ろしく不遜なことを言い出しました。うーん、面白いな。いつもの平次なら一括のもとに退けもするでしょうが、大した反対もせず妙に考え込んでおります。先刻八五郎が免所へ立った時、廊下で待ち構えていたらしい女の声、それが親分平次の表を犯して八五郎にこんな大胆不敵なことを言わせたのでしょう。夕飯が済んで一休みすると、平次はのどかにタバコを吸いながら太った下女を相手に一鎖無駄を言っておりました。おめえはおせえと言うんだろう。あら、違いますよ館。東海道五十三次の宿場宿場にもおせえほどの器量はあるめえという評判は聞いたが。なるほど、そう言われるだけのことはあるぜ。冗談でしょう。おせえさんはこんなおたふくなものですか。おめえより綺麗なのがここにいるのかい。へえ、嘘じゃあるめえな。平次はそんなことを言いながら何両を一つ花紙にひねって女の袖の下に滑らせます。あら、そんなに親方、すみませんね。女はすっかり面食らってしまいました。心づけといったところで、せいぜい20文か30文、100文とまとまるのは月に幾度もない乗客で、何両などを握らせる客はまず特別な下心のある客でなければなりません。自分をおせいさんと間違えたのではないかしら。女は本当にそんなことを考えていたのです。そのくせ一日に幾度となく鏡は見ているのですが、
ついこんな調子になると鼻の低いのも口のでっかいのも忘れて柄にない品などを作ってみせるのでした。まあ落ち着いて話していくがいい。俺はこう見えてもとんだ寂しがりやさ。でも忙しいというほど客はあるね。部屋がみんな塞がっているって番頭は言ったが、いりゃ下も2階もガラクじゃねえか。あれは2階のお武家が番頭へ入れ知恵をしたんですよ。あの2人連れは立ちの良くない人間だから怒らないでください。私はお武家の言った通りを話しているんですから。それからどうした？お武家がそう言って番頭さんに断らせたんです。お気の毒ね。悪い人かいい人か人相でもわかるでしょうが。へえ、俺はいい人に見えるかい？そいつはありがてえな。ところで俺はちょいっとエテラメに行ってみたんだが、2階も下も本当にガラ空きかい？まあ驚かなくったっていいよ。2階にどんな人が泊まってるんだ？金谷さんの人たちですよ。ご主人と若旦那とが一つの部屋、番頭さんと出入りの親分が一つ部屋、お嬢さんとそれからあの綺麗なお主さんが一つ部屋。女の熱い唇は次第にほぐれてゆきます。それからまだ干物町の玉屋の人たちがいるだろう。それは下の二間でついそこですよ。お嬢さんは綺麗な方で。俺ケチをつけたお武家は？下女は急に黙ってしまいました。大丈夫さ。部屋を教えたって喧嘩を売りに行くわけじゃねえよ。相手は怖え日本雑誌だもの。2階のはしご段のそば6畳にお二人泊まってますよ。へえ、どんな面だいその日本雑誌は。大きいのと小さいの、怖いのと優しいの、年を取ったのと若いのと。ふん、面白い取り合わせだね。名前は？大きくて怖くて年を取ったのは友部さんとかいうようで、小さくて優しくて若い方は鈴木さん。畜生、お安くねえぜ。その優しくて若い方の名前を言った時、おめえの目はトロトロっと細くなったぜ。あら、親方からかっちゃもういや。ああ、謝った。勘弁しねえ。このまんまおめえに消えられると俺は寝つかれねえよ。可愛い女の子を怒らせるときっとうなされるんだ。悪い癖でね。平次はこんな調子で下女の口を再現もなく開かせるのです。もういいんでしょ？私に用事はないんでしょ？まあまあ待ってくれ。これから本式に口説くんだ。近所に人がいちゃまずいな。隣の部屋でトグロを巻いているのは誰だい？ちょいっといい男のご浪人よ。小ぶさか焼きの羽舞台の紋付き、少し洋館色になった背の高い青白い顔をした。その通りよ。何をしているんだ？お酒も飲まずご飯をさっさと食べて腕組みなんかして考えていますよ。誰かと話をしねえか？さっき廊下の隅で友部とかいう2階のご浪人と話していました。その下の浪人者の名は？秋月とか言ったようです。うん。平次はまた考え込みました。もういいでしょ、帳場で呼んでいるようですから。待ってくれ、もう一つ聞きてえことがある。今晩の客のうちで風呂に入らねえ人があるはずだ。そいつは誰と誰だ？第2章八五郎の場合。風呂に入らない者は誰と誰？それはまことに不思議な問いでしたが、一日の汗と埃を洗い流すのを何よりの楽しみにしているはずの旅人が風呂に入らないというには何か自裁がなくてはかないません。ご浪人の友部様はお酒を過ごしてこれから風呂に入るのもどうかと考えていらっしゃるようです。それからお隣の秋月さんというご浪人は風邪をひいているからといってお湯へ入らず、そんなものでした。ありがとうよ。世の中には湯をきれいなもんも10人に1人はあるわけだな。ところでまだなんかご用で？ほったてじりになるって挨拶するのは愛嬌がねえな。いい女はそんなに愛想っ気のねえもんかな。あら親方、でも本当に忙しいんですもの。
いつまでもこうしちゃいられませんよ。よしよし、もう諦めて消してやろうが、もう一つ、おめえの名は何と言うんだ？おてくっていうのよ。おてくか？いい名だな。笑っちゃ嫌ですよ。だから私、名前は教えないことにしてあるんです。バラやしねえよ。愛嬌は俺の生まれつきだ。ところで生まれはどこだ？もうたくさん。下女のおてくは部屋の外へ飛び出しましたと同時に、風呂場の方からすさまじい叱咤の声が聞こえてきたのです。おのれ、真っ二つにしてくれよ。それへ直れ。障子がビリビリするほどの大声。相手は何やらくどくど言っているようですが、聞く喧嘩隔たっているのでそれまでは聞こえません。平次は何やら気がさしました。さっきから姿を見せない八五郎が、手柄比べか何かのつもりで変なことをしでかさないとは限らなかったのです。部屋からそっと滑り出した平次は、声のする風呂場の方へ行ってみました。上からも下からもこの騒ぎを聞いて、どっと寄せた人数が風呂場の入り口へ人垣を作ります。不都合なやつだ。さっきから2階の廊下をうろうろしているから、そ知らぬ顔をして気をつけていると、今度は風呂場へ入って何やら人の衣類を探しているではないか。番頭を呼べ。いや、主人を呼べ、主人を。いたけだかになっているのは中年の武士。大きく荒々しくぬけぬけとしている様子は、多分友部源蔵というのでしょう。その居丈高の武士の前に引き据えられた格好になっているのは、なんと我がガラッパチの八五郎ではありませんか。何者だ、名を言え。身元を聞いた上でコツは国元へ届けてやる。安心して小国と名前を言え。大きな武家は一刀をひねくり回しながら傘にかかって八五郎を叱咤するのでした。覗いたわけじゃございません。風呂場に忘れ物をしてちょいっと探しに来ただけで。黙れ。え、まさに戸塚地部に響き渡る大音声です。自分の忘れ物を探すやつが人の姿を見ると慌ててついたての陰に隠れるか。さすがの八五郎も全く一言もない姿です。その方は旅のごまの灰だろう。板の任せに枕探しの小泥棒に違えあるまい。上役人に引き渡すのも面倒。この場で一刀両断にしてやる。幸いに遊館も手近なところに用意してあるのだぞ。それへ直れ。いや、もう散々の体です。お武家様、ご立腹はごもっともですが、手前どもにしてはどちら様もお客様でございます。ここで荒立ててはのれんにも関わることですから、この始末はどうぞ手前どもにお任せくださいますよ。番頭は見かねた様子で割って入りました。夕刻、平次とガラッパチの泊まるのを拒めといった浪人者の方にも、何か衣類を探されるだけの司祭があることと睨んだのでしょう。ならぬ。世のことと違ってその扱いはならんぞ。武士たる者が入浴中に懐中物を嗅ぎ回されてそれで済むと思うか。ええ、それへ直れ。妨げが入ると面倒だ。友部源蔵という浪人は少し調子に乗った形でガラッパチの襟紙へ手をかけました。懐には十手、たもとには取り縄がとぐろを巻いております。これを見せさえすれば泥棒の汚名は免れるでしょうが、その代わりもっと面倒なことが起こるかもしれず、八五郎はこの屈辱の中にじっと唇をかみました。まあ、なんて想像しいんだろう。不意に叩きつけるような強制、同時に鼻先の板戸が
一尺ばかり空いて湯上がりらしい師匠のお歌が浴衣を引っ掛けた格好のまま美しくのぼせた顔を見せたのです。お歌か。友部源蔵は苦い顔をしました。このしたたかな浪人者も女師匠お歌には弱い尻を抑えられているのでしょう。お歌かはご挨拶ね。これでも友部さんのお師匠じゃありませんか。10日でも半月でも私に手を取られて証に魔が差したような手振りで踊った覚えはないとは言えないでしょう。三尺去って師匠の影帽子を踏まずってねこう見えてもとんだ学者でしょ。お弟子はもう少し慎んでいるものよ。バカな。この女の虹のような短歌には全く適しがたいものがあります。それにその人は私のいい人よ。こんにゃく屋の八兵衛さん、さっきもお引き合わせしたでしょ。見てくれは少し悪いけれど、そりゃ実があっていい人またも怪しい含み笑いが大の男の友部源蔵をタジタジとさせます。私の後からついてきて風呂から上がるのを待っていたのさね。え八兵衛さん、とんだ心中男ね。女の長湯にしびれを切らして滅法やぶなお武家の装束をちょいっとつまんでみる気になったんでしょう。そうじゃありません。その通りだよ、お歌さん。あらっぱちはようやく活路を見出しました。いや、この女に活路を見つけてもらったと言った方がいいのかもわかりません。ねえ友部さん、この上粘っているとかえって引っ込みがつかなくなりゃしません。ご器量のいいうちに黙って引き上げなさいましよ。ねえねえ。浴衣を引っ掛けたきり細帯一つしないしどけない姿でお歌は友部源蔵の肩をポンと叩くのでした。よしよし、それほどに言うならこの場はお前に預けようが、重ねて変なことをするとただはおかんぞ。女の柔らかい肩越しに八五郎を眺め回した友部源蔵はそのまま足音荒く立ち去るのでした。その後ろ姿を見送って、ちょいと敵役にできてるわね。でも八親分もあんまりいい器量じゃありませんよ。さあ引き上げましょうよ。人が来ていなかったらこの女は八五郎の手を取ったかもわかりません。第二章、平次の場合。平次はその騒ぎを利用して別な活動を開始しておりました。はじめは風呂場も覗いてみましたが、友部源蔵という武家が声の大きい割に意気込みが激しくないのと、歪んだ唇にほのかな霊笑の浮かんでいるのを見て取ると、こいつは大したことになるまいと鑑定してすぐさま2階へ忍び込んだのです。幸い若くて高貴な人間は一人残らず風呂場へ行って、平次が大した用心するでもなくぶらりぶらりと2階の部屋部屋を覗いて歩くのを咎めるほどの人間もいなかったのです。2階のとっつきの6畳、友部源蔵ともう一人鈴木俊作という浪人者の部屋は障子を閉め切ったまま弱として静まり返っておりますが、そばへ寄るとなんとなく邪気が満ちていて容易に近づけそうもありません。幸い立て付けが悪いので中からは明かりが漏れております。なんかご用はございませんか。お日待ちのお日はいかがさまで。平次はついこんなことを言ってしまいました。障子の中は弱としてしばらく何の答えもなく、外に立って返事を待っている平次の方がじりじりしてきます。お返事がなければちょいっとお火鉢と安頓を見させていただきます。安頓に油をさして歩くのは宵のうちにあるべきことではないのですが、平次はそんな間に合わせの用事をこさえてそろりそろりと障子を開けました。へっ、恐ろしい気合いです。ひょいっと首をすくめた平次の曲げ節をかすめて、
後ろの柱にずぶりと立ったのは真鍮磨きのたくましい火箸。バカめ、突っ立って御用を聞くやつがあるか。何者だその方は。静かではあるが恐ろしい剣幕です。見ると三十二三の青白い武家、体も小さく年も若く、腕っぷしも大したことはなさそうですが、障子の外の平次を番頭の偽物と見破ってとっさの間に火箸を叩きつけたのは、その手際よりも無法さが恐ろしくなります。はい、すみません、とんだ粗相をいたしました。こうなっては平次も尻尾を巻いて引き下がるほかはなかったのです。後を閉めていけバーメン。もう一括浴びせられて平次もすっかり腐ってしまいました。ガラッパチを笑えぬ大失敗です。王鵬の手で尻尾を巻いて引き下がろうとすると、ほれこれ待て、またぬか町人。峻烈な言葉が後ろから追いすがります。このまま逃げ出したらもう一本真鍮磨きの火箸が御の窪のあたりへ飛んでくるかも分かりません。まだなんかご用で。用事があるから呼ぶのだ。ほったてじりにならずに中へ入って障子を閉めろ。平次は絶体絶命でしたが、一方にはこの浪人者の言いなり放題になっているうちに何か重大な手がかりが嗅ぎ出せるかもしれないといった冒険的な好奇心も湧くのでした。お前はこの家の番頭だと言ったが、それは嘘だ。いや、隠さなくともいい。身なりはやぼったいが、身のこなしが粋で気が利いている。第一、その水紙の刷毛先が番頭や手代の柄じゃない。それに浪人の口元には薄笑いが浮かびました。風呂場で威張っている友部玄三よりは六つ七つ若く、色白で小柄でちょいっと女のような優しい男ですが、口の利き方が皮肉で、目の配りに油断がなく、なんとなく一癖も二癖もありそうな男です。お前は品川からこの俺たちをつけてきているはずだ。え、驚くな驚くな、それくらいのことのわからぬ鈴木俊作ではない。滅法を野暮な様子をしているくせに旅慣れたいい男。第一、その方の体には油断というものがない。察するところその方は旅人の懐中物を狙う道中のゴマの灰だろう。とんでもない旦那。この鑑定には銭形平次も驚きました。相手は平次の顔を見ながら相変わらずにやりにやりと薄笑いをしているのです。隠さなくともいい。立ってこの家の番頭と言い張るなら、二つ三つ手を鳴らして下女か本物の番頭に来てもらって、その眼首を鑑定させてもいい。平次も方便のしようもなく黙り込んでしまいました。道中のゴマの灰、洒落た商売だな。一つ間違えばその首が飛ぶんだ。元金が高値だからおろそかな仕事はできまい。平次はもう弁解をする張り合いもなくなってしまいました。それよりはしばらくゴマの灰になりすまして、この浪人者が何を言い出すか、その出ようが見たかったのです。どうだ、本阿弥の鑑定に間違いはあるまい。その目の配り、身のこなし、火箸の手裏剣を避けた手際は尋常でないが、品位だこも瓶の面ずれもないところを見ると武家ではない。第一、武家にそんな粋な肌合いの人間はめったにないはずだ。で、その方が道中ゴマの灰と分かっても宿役人に引き渡すといった野暮なことはしない。もっと近く寄れ、少し頼みがある。浪人鈴木俊作は声を落としました。お前を街道筋でも名ある悪党と見込んで頼むのだ。礼はびっくりするほど出すぞ。当座の手付けはざっとこれだけ。浪人者は懐から恐ろしく膨れた紙入れを出すと、小判を五六枚つかみ出して平次の鼻先へざくりと置いて続けるのでした。不足か、よし、それならばもう一踏ん張り。小判はまた七八枚加わりました。二分や一両で五十三次の旅ができた世の中に、小判で十二三両は容易ならぬ大金です。
この規制に押されるともなく、平次は思わず顔を上げました。少し上目遣いに、だだっこが菓子を突きつけられたようで、我ながらあまり良い器量ではありません。どうだ、繰り返して言うが、これはほんの手つけだ。うんと言ってくれるか。何をもじもじしているんだ。仕事は至って手軽だぞ。どんなことをやりゃいいんで、旦那。平次はとうとうこう言わなければならなかったのです。この上ぐずぐずしていると、相手はどんな疑念を持つかもしれず、機会は永久に平次の手から逸し去るでしょう。聞いてくれるか。実はな、この旅籠に泊まっているもの、分けても金屋の一行中の誰かが持っている三本の手紙を取り上げてもらいたいんだ。平次は驚きました。自分の狙っているものを、この浪人者も狙っているのです。そいつはどんな手紙で。だがこの場合は、しらばっくれるだけはしらばっくれなければなりません。女文字の手紙だ。色文だよ。水茎の跡も優しい女の文。出した女の名前はゆらよりとあるはずだ。受け取る方の男名前は新太郎様マイル。文句は飴と蜜でこねてみりん味噌で煮詰めたような、世にたわいもねえもんだろうと思うが、こいつが大きな技をするんだ。間違えば幾人の命にも関わる。浪人者の声は次第に小さくなりますが、目は八方に動いて、油断なく辺りを警戒しております。結構な商法ですが、その文は一体誰が持っているんで。平次は次第にずうずうしくなって、こんなことを尋ねました。すっかり肝も腰も座ってしまったよぼすです。それが分かれば面倒はないが、分かっているようで一向分からないから困っているのだ。まず一番怪しいのは、向こうの部屋に花屋の娘と一緒に泊まっている踊りの師匠のお歌だ。へえ、あの女は恐ろしく綺麗な顔をしているが、狐のように悪賢いぞ。気をつけるがいい。それから金谷の主人宗右衛門も怪しくないとは言えない。一家眷属を連れて上方見物は、この世知辛い世の中に変だとは思わないか。それからもう一人、こっちへ寄れ。人に聞かしたくない。拙者の道連れ、この部屋に一緒に泊まっている友部玄三氏だ。え、驚いたろう。俺も驚いているよ。日本橋干物町で有沢金之助という腕の立つ浪人を殺したのは容易の人間ではない。その有沢金之助の持っていた三本の手紙は今どこにあるか考えてみるがいい。だが友部玄三は一刀流免許の腕前だ。うっかり手を出すと飛んだことになる。同じ部屋に泊まっている拙者でもちょっかいを出すのは少し難しいが、そこは道中ごまの灰の手だれだ。なんとかあの懐中物を見事抜いてみる気はないか。鈴木俊作は大変なことを言い出すのです。こととしでじゃあ、随分そのお頼みを聞かねえもんでもございませんが、一体旦那方はその色文とやらをどうなさるおつもりなんで。平次はすっかりごまの灰になりました。逆にこう探りを入れるのです。売るんだよ。え、大層物驚きをするじゃねえか。その色文を書いた女が今では大層な身分になっているんだ。御三家筆頭、尾張の国名古屋の城主、619,500石の領主、十三味中納言様御内室と収まっているとしたらどんなものだ。銭形平次も黙ってしまいました。あまりのことに口も聞けなかったのです。三通の恋文の主というのは、その頃定式から言ってあまりに身分が高かったので、平次ほどの者も古文の八五郎に打ち明けて言うのさえはばかった秘密ですが、この青白い浪人はそれを日常茶飯事でもあるように初対面の素性も知れぬ相手、巾着切りか
ごまの灰かもわからぬ。平時にこうぬけぬけというのは何としたことでしょう。あるいはこれは全くの仮定ですが、この鈴木俊作という浪人は全くの食えない人間で、早くも平次の身分を察し、平次が何もかも知り抜いて、同じく三通の恋文を追っていると見破ってからかい面にこんなことを言っているのかもわかりません。その尾張十納言様のご内室が司祭あって備前のうちに育ったが、若い頃ひそかにちぎった男と取り交わした恋文が三通だけ妙なところから紛れ出した。幸い一度はご内室様の兄有沢金之助が手に入れたが、すでに破り捨てようとしている間際に殺され、恋文はもう一度ご内室を蹴落とそうと企んでいる腹の黒いお部屋型の回し者の手に入り、この一行と一緒に名古屋へ急いでいるのだ。分かったか。名古屋におられる殿様のおそばにそのご内室様の古い色文が突き出されたらどんなことになると思う。平次はうなずきました。呆れ果てて容易に受け答えの声も出ません。恋文を誰が持っているか考えてみよう。まず踊り師匠のお歌、あれは江戸の尾張屋敷にしげしげと出入りする女だ。金谷宗右衛門は尾張様の出入り商人、友部源蔵は尾州の重臣、分けてもおそば好きの人々と近づきだ。そして拙者は。鈴木俊作はにやりと笑いました。まことに不気味な表情です。平次は方法の体で逃げ出しました。江戸開府以来の捕り物の名人と言われた銭形の親分もこんなひどい目にあったことはありません。つまりは日頃の平次流に動かぬ証拠を積んで、推理と決断とで事件の真相を見破る情動を踏まずに功を急いで、隙見や立ち聞きで証拠をかき集めようとした八五郎手合の道を選んだのが間違いだったのでしょう。いや驚いたの。なんのとんだ大しくじりだ。尻尾を巻いて風呂場から逃げてきた古文の八五郎を迎えて、大しくじりはおめえばかりじゃねえよ。平次は反省的な静かな調子で迎えました。すんでに真っ二つというところでしたよ。相手が悪かったね。八五郎は無事につながった自分の首筋などを撫でております。切るぞ切るぞというやつに本当に切った試しはねえよ。そう思ったから俺は止め女を師匠に任せて顔を出さなかったんだ。へえ、親分はあれを知っていたんですか。へえ、恨むな。俺はあの騒ぎを幸い他にしておきてえことがあったんだ。恨みはしませんが、少しばかり決まりが悪いな。板の間稼ぎにされて女の子に助けられたんだから。女の子に助けられりゃ本望だろう。俺の方はゴマの灰にされた上、真鍮の火箸の手裏剣を食らったり、三本の恋文を盗んでくれと頼まれたり。いやもう散々の体だよ。平次はすっかりしょげ返っております。誰です、そんなことを頼んだのは。もう一人の浪人もん、鈴木俊作とかいう小男だよ。あら女みてえな優しい様子をしちゃいるが、友部源蔵の三杯も食えねえ。へえ、その鈴木俊作という浪人もんはこう言うんだ。三本の恋文を取ってくれたら、俺はそれを持って江戸に引っ返し、ご内室様に高く売りつける。まず一箱は動かぬところだ。お部屋方の悪人に渡してお家騒動の口火をつけるような殺生なことはしねえと。へえ、もっとも俺を平次と知っての言い草かもしれねえ。油断はならねえ。へえ、人を舐めたやつがあるもんですね。それから戻り際の駄賃に金谷宗右衛門親子の部屋と娘の御目の部屋を覗いてみたが何にもねえ。幸いおめえが風呂場で大騒ぎを始めているんで2階は空っぽだ。着替えのたもとの中まで見たが
何にもなかったよ。第4章、最初の犠牲。その晩、平次の寝ているところへ。親分、一人じゃ手に負えません。ちょいっと起きてください。手洗いに起きたはずの八五郎が部屋の中へそっと滑り込むと、寝ている平次を揺り動かすのです。何が始まったんだ。平次は静かに答えて起き直りました。見ると鈴木俊作が鑑定したゴマの灰が教場持ちらしく、いつでも飛び出せるように身なりを整えて、たしなみの十手を引き寄せます。金谷のせがれの房吉がそっと父親の寝息を伺って部屋から抜け出すと、下に泊まっている玉屋又三郎の娘のおくみをおびき出し、この先の難度に潜り込みましたよ。大阪へ嫁入りさせるはずの娘が金谷のせがれとできていたんですね。東大元暮らしだ。こいつは大笑いでしょう。バカ、笑いたきゃ夜が明けてっからへその抜けるほど笑え。それより俺を起こしたのはどんなわけだ。何が手に負えねえと言うんだ。低い声ですが平次はもどかしそうに決めつけました。何度の番人をして気を悪くしていると、2階からまた降りてきた人間があるじゃありませんか。誰だと思います。俺が知るもんか。友部玄蔵ですよ。あの肉体な浪人者が一刀をぶら下げて裏口からそっと滑り出すと、続いて一人二人。誰だよそれは。わかりませんよ。はしご団の上下の有明は友部玄蔵が消しちまったし、帳場の根津の番は一生懸命船を漕いでいる。八五郎は首を伸ばして居眠りの真似などをしてみせます。なんだっておめえはそれをつけなかったんだ。それがね、親分、何度の中が気になったんで、泣いたり笑ったり、今が口説きの真っ最中。バカ野郎。平次はもう一つ低いながらも痛烈なやつを食らわせました。いびきの番人に東海道を歩いているんじゃあるね。今からじゃ遅いかもしれねえが、幸いの月夜だ。すぐ外へ出てみろ。俺は裏口に席を据えて誰と誰が戻ってくるか見張っている。しぶしぶに出て行く八五郎の後ろ姿を見送った平次は、念のために上下の部屋部屋を一回りしてみました。第一番に平次の発見したのは、隣の部屋に泊まっているはずの長身の浪人者、秋月とかいう五分坂焼きのいい男が抜け出していることでした。二階の金谷宗右衛門とせがれ房吉の部屋も、二人の浪人、友部玄蔵母と鈴木俊作と泊まっている部屋も空っぽ。それから女二人、金谷の娘お梅と踊りの師匠のお歌の寝ているはずのとこも、もぬけの殻だったのです。平次と八五郎がうっかりしているうちに、人々の動きは時刻も構わず、事件の核心をめぐって猛烈に展開していたのでしょう。平次はこの時ほど自分の怠慢を呪ったことはありません。最後に宗右衛門親子の部屋の隣、番頭の貨幣と飛びの者長五郎の部屋を覗くと、こればかりは極めて無事に2匹の上ばみのような恐ろしいいびきを合唱させながら、上下の不思議な事件の動きも知らずに熟睡しております。平次はそっと帳場を覗きました。根津の番の若い男が一人、これは安頓の陰に崩れたまま死んだもののように眠りこけておりますが、その様子は簡単な居眠りではなく、何人かに薬か何か飲まされて不可抗力の麻酔に落ちているような不自然さがあります。それを証明するように、男のそばに湯飲みが一つ、夜はもう九つ、十二時を回って八つ、二
2時近くなっているでしょう。早立ちの客のために飯炊きくらいは起きなければならぬ時刻ですが、うち中は弱として物の気配もなく、死のような沈黙のうちに何かしら運命の歯車だけがキリキリと回っているといった感じでした。やろう、待て。不意に裏口のあたりで知ったの声、それは誰でもない八五郎です。続いてどたりばたりと取っ組む音。平次は飛んで行きましたが、その時はもう騒ぎは静まって、勢いよく開けた雨戸の外に月の光を浴びて長々と伸びているのは、なんとつい今しがたまで威勢のいい叱咤の声を上げていたガラッパチの八五郎ではありませんか。八、なんというざまだ。平次が手を取って引き起こす。やろう、来ようだぞ。連くらって親分の平次に組みついてくる八五郎です。あが、俺だよ。親分、欲しいことをしましたよ。八五郎は照れ隠しを言うのでした。何が欲しかったんだ。くせ者を取り逃がしたんで、変な野郎が闇の中から飛び出すから、いきなり組みつくと体を沈めて一本背負いを食わせるじゃありませんか。恐ろしい早業で、あっという間回りはしません。八五郎の調子は少し仕方話になります。あっとは言わなかったが、グーと言ったようだぜ。この後に臨んでも日頃のバカバカしい掛け合いになる二人でした。からかっちゃいけません。まあ怪我がなくて幸せと言いてえが、その様子じゃ相手の人相も見極めなかったろう。人相は見ねえが、骨組みは見ましたよ。背の高え、肩幅の広い鈴木俊作じゃねえな。ところでもう切り上げましょうか。外には誰もいそうもねえじゃありませんか。もう一寝入りして大江山鬼退治の夢でも見るか。おや、町の八、それは何だ。入り口に半分体を入れた八五郎は銭形平次に押し戻されました。何す親分、おめえの袖から胸のあたりが真っ赤じゃねえか。え、遠い明かりに透かしてみると、八五郎の寝巻きの前は半端と凄まじい血潮の跡です。血？八、これはただごとじゃねえぞ。戻ってみよう。真っ暗なところへ飛び込んでもしようがあるめえ。明かりを用意しろ。待ってくだい親分。八五郎はさすがにこんなことには慣れておりました。いきなり家の中へ飛び込むと、廊下の掛け案丼を一つ外して平次の先に立って家の裏へ飛び込みます。その晩はいい月でしたが、それだけに月に背いた裏口は暗く、うっかり飛び出すと目も鼻も塗りつぶされたようで、何が何やら分かりません。親分、これだ。建物の袖を回って重なり合った日あわい、年中日の目を見ないような雪止まり三つぼほどの空き地に人間が一人明けに死んで倒れているではありませんか。武家じゃねえか。友部玄蔵っすよ。さっき足をひでえ目に合わせた野郎。ガラッパチはつい張り上げます。死んだもんは仏様だ、無礼があっちゃならねえ。畑様って顔じゃありませんよ。閻魔大王みてえな面で。バカ、どいてろ。平次は八五郎から明かりを取り上げると、念入りに友部玄蔵の死骸を調べ始めました。親分、手伝いましょうか。人が来るとうるせえ。土地の役人が来る前に見るだけは見ておかなきゃ。おめえはそこで見張っているがいい。へ。八五郎はさすがに平次のやり方を心得ているだけに、対して文句も言わず死骸に背を向けて裏口のあたりを見張っております。刃物は合口だ。後ろから抱きすくめて刺したと見えて、刃先下がりに胸をやられている。どうかしたら恐ろしく背の高いやつが前からやったのかもしれねえが、それにしても少しもろすぎた。親分、黙っていろ。抱きすくめて刺しゃ、くせ者の体には血がつかなかったはずだ。ところが八五郎が羽交い締めにしたくせ者はひどく後ろに血を浴びていた。さあ分からねえぞ八。親分、黙っていろ。それとも前から滑って転ぶところを迎え撃つようにやられたのかな。だがそれにしてもくせ者が後ろへ血を浴びているのはおかしいじゃねえか。平次は独り言を言いながら
一歩一歩自信を確かめて証拠から証拠へと移っていくのでした。ひどく滑った跡があるぞ。おや、一つや二つじゃねえ。足跡もめちゃめちゃだ。一体ここへ何人の人がやってきたんだ。早め。うるせえな、なんで。さっきの大男が滑って転んだはずみに茂みの上に仰向けに倒れたんじゃありませんか。そんな具合になると背中に血がつきますよ。八五郎はとうとう我慢のならぬ様子で一気にまくしたてます。ほう、そいつは名歓迎だぞ。おめえは言ってどこでそんな結構な知恵を仕入れてきたんだ。知恵や金はふんだんに用意してますよ。ねえのは色気ばかりだってやる。バカだな。大層にぎやかね。金の茶釜までも掘り出したんじゃありませんね、八兵衛さん。裏口からひょいっと顔を出したのは美しい師匠のお歌でした。おお、師匠なんかの顔を出す幕じゃね。しっこんだりしっこんだり。その前へ立ちふさがる八五郎の真剣さ。まあ意地悪の八兵衛さんね。宵の風呂場の騒ぎをもう忘れてしまって。そんなわけじゃねえが、ここには若え女に見せたくねえもんがあるんだ。八五郎はもう大手を広げて裏口いっぱいに立ちふさがっているのです。若い女と言われるのは嬉しいけれど、見せられないとなるとなおさら見たいじゃありませんか。ちょいっと覗くだけならいいでしょ、八兵衛さんたら。八兵衛さん。ちっ、気色のあり。俺はデイチ八兵衛なんかじゃねえぜ。まあ、悪かったわね。そんなら八右衛門さん。勝手にしやがれ。立ち打ちは定石通り八五郎の負けです。八、もういい。おめえは問屋場へ行って宿役人を呼んでくるんだ。兵士も番頭もこの騒ぎの中へ顔を出さねえのはただごとじゃあるね。ついでにそれも叩き起こせ。へい、師匠、見たきゃ見せてあげるが、もうやつだぜ。今頃どんな匂いを嗅いでここへ来たんだ。平治は八五郎を追いやってお歌の方に矛を向けました。様子に起きてみるとこの騒ぎでしょ。つい見たくなるじゃありませんか。お歌は少しく演ずる色があります。昼の装束のままで寝ていたのか。ああいい、これを見つくれ。身を開いて明かりを高々と掲げた平治の前に友部源蔵の死に顔がカッと目を向きます。まあ、友部。あの浪人もんだ。おめえの七万両の絵図面を取ったという。あ、懐はかき回されて紙入れもタバコ入れも、いや、胴巻きまでも抜かれてるよ。七万両の宝の隠し場所を教える絵図面は一体どこへ行ったんだ。平治は取り乱した友部源蔵の死体を指さしながら続けました。くせ者は親分。お歌はさすがに落ち着きを失っておりました。平治の掲げた明かりの中へその華奢な体を乗り出すように友部源蔵の死骸を覗いております。残念ながら逃げられたよ。まさか今夜とは思わなかった。それがこっちの手抜かりさ。平治はさすがに悔しそうです。親分には下手人はもう分かっているんでしょ。いや、少しも。銭形の親分さんがまだあったかい死骸の前に立って下手人が分からない。悔しいが今度はすっかり出し抜かれたよ。もっともこれだけのことは分かっているつもりだ。友部源蔵を刺したのはどうかすると女かもしれねえということだ。女。友部源蔵の後ろから抱きついてそっと胸へ合い口を叩く者は源蔵を油断させる女でなきゃできねえことじゃねえか。まあ、お歌はさすがに返答をした様子です。若い女の興奮が醸し出す異常の緊迫が狭っ苦しいこの冷やわいの空気を匂わせます。それからもう一つ、その女は、いや、もし下手人が女だとしたら恐ろしく身軽で機転の利く女だ。
八五郎はそこに伸びているし、俺は裏から飛び出してきた。この冷や愛の空き地にいたくせ者はどこへも逃げられるはずはねえが、守備よく逃げおうせた。逃げ道はたった一つ、あのひさしに飛びついて屋根から二階の窓へ飛び込むほかはねえ。平次はそう言いながら明かりを上げて、ひさしの上をはるかに二階の窓、そこには金谷の一行が泊まっている部屋の前を通る廊下の突き当たりの北窓を見上げるのでした。でも親分、お歌は完全として平次の顔を振り仰ぎます。なんだ、下手人は男か女か、そんな詮索をするより序幕から大詰めまで大きな目で見ている生き証人に聞いた方が確かじゃありませんか。何、生き証人。それ、そこに明かりを貸してくださいな。お歌は美しい指を上げて路地の一隅、明かりの届かぬあたりを指さすのです。第五章、第二の犠牲。平次の手からお歌の手に移った明かりは、路地の隅にしゃがんで目ばかり光らせている不思議な人間、フクロウの化け物とも見られる怪物をまざまざと照らし出しました。お、おめえは。平次はその顔を知りすぎるほどよく知っております。それは夕刻、戸塚の宿外れの橋の上で、平次にタバコの火の無心をした親父、平次の目へ危うくキセルを突っ立てそうにしたあのおほちゃくな親父ではありませんか。親分はそのじいさんをご存知のようね。ちょいっと息じゃありませんか、そのいでたちは。お歌はそんなことを言いながらほのかに笑うのです。とっさん、飛んだ道路であったね。平次は親父の前に進むと面白そうに声をかけました。え、こんばんは親分さん。親父の方には深刻なシワが波打ちます。おめえはいつからそこにいるんだ。え、あれからずっとおりますだよ。何をしていたんだ。旗持ちがねえだよ。こちとらは野宿のほかに手はねえだ。で、おめえは何を見たんだ。平次は突っ込みました。何にも見ませんよ、この闇だ。花の先でカンカンの踊ったところで見えるわけはねえだ。親父はにやりとしました。この態度のふてぶてしさに平次もさすがにムッとしました。声ぐれは聞いたろう。聞きやしたよ。うつらうつらしていると鐘の音も虫の声も聞こえてくるだ。親父はまたにやりとしました。よしよし、その心がけなら土地の役人に引き渡すほかあるめえ。なるべく穏便に済ましてやろうと思ったが、さっき俺の目へキセルを突っ立てたことも八州の役人に話しておこう。親分さん。親父は少し慌てました。左の手首に何かあるようだ。橋の上で俺のキセルのガン首を押さえた時から気がついちゃいるが。親分、お見それ申しやした。お見逃しを願いますが、今は申し上げられません。人が聞いています。少々待ってください。せめて明日の朝まで。人が聞いている。だが振り返るとそこにはもう闇を染めて立っていたお歌の美しい姿も見えなかったのです。平次が左の手首と言ったのは、そこにある入れ墨を刺したので、それがどんな意味があるのか言うまでもないことです。そんな気の長いこと言っちゃいられねえよ。今すぐ大勢の人がここへ来るんだ。その中には土地の御用聞きも八州の役人もいるだろう。親分。親父は慌てて左の手首の入れ墨、牛雲の看板を隠して雨板の下に小さくうずくまりました。隙間だらけ、節穴だらけの雨板ですが、路地と路地との間を仕切って、そこには隣の勝手が覗いているよぼすです。お役人に引き渡すか、このまま見逃すか、おめえの心がけ次第ということにしよう。平次は一歩前進しました。このお武家、友部源蔵とか言った、おめえはよく知っているだろう。この一筋縄でいけそうもねえ武家を指したのは誰だ。
それを言うと私は殺されますよ親分。男か女か。親父は紫色にさえ見える大きな唇を閉じて、追い詰められた猛獣のように怯え切った目をキラキラと光らせています。知らねえとは言えな。親分、それだけは勘弁してください。それじゃあ他のことを聞こう。え、このご浪人は長えのを一本下げて飛び出したらしいが、鞘が見えねえ。平次は友部源蔵の死骸のそばにある一刀を抜刀のまま放り出してあるのを指さしながら続けました。その鞘はどこへ行ったかおめえは知ってるはずだ。とんでもねえ親分、それくらいのことは言えるだろう。それを言えば見逃してくださるでしょうね親分。わしは全く人殺しのことは何にも知らねえんだから。ひどい相模なまりだった親父の言葉がいつの間にやら江戸言葉になって、あたりをキョロキョロ見回しながら、ともすれば逃げ出しそうにしております。逃げおせる見込みがあるならそれもよかろうよ。俺は土地の御用聞きじゃねえから殺しの詮索まではしねえ。タヤがどこへ行ったか差し当たりそれを知りさえすればいい。平次はケロリとしてこんなことを言うのです。それほどにまでおっしゃるなら。親父はようやく思い定めた様子でした。言うか親父。平次は思わず乗り出しました。そこのドブ板の下を。親父の声はささやくように小さくなります。ありがてえ。平次ほどの者もこの時ほど夢中になったことはありません。友部源蔵を殺したのは誰であろうと、三通の恋文を奪い取る目的であったに違いなく、友部源蔵が必ずその身につけているとしたら、これは今になってようやく気のついたことですが、腹巻きや紙入れや肌襦袢より刀の鞘に忍ばせておくのが一番便利なわけです。そうと知って思い合わせると、友部源蔵の刀はあまりに長すぎました。ここに投げ出してある抜刀に比べると居合抜きの飾り立ちのように、鞘の方は少なくとも六七寸は長かったはずで、その先の方に恋文の二通や三通を忍ばせることは何でもありません。平次は本当に夢中でした。下水に飛びついて半分腐食した蓋を開けると、その中には果たして長々と刀の鞘。ほっ。惜しいことにそれは真っ二つに割られて、中に隠してあるべきはずの恋文は影も形もありませんが、平次の疑惑も長くは続きませんでした。ドブの中を見るうち、足元の土の上に置いた掛け行灯の明かりが不意に横からパッと蹴飛ばされたのです。驚いて立ち直る間もありません。あばよ。親父はふてぶてしい捨て台詞を残して、後ろの羽目板へドンと体当たりをくれました。せんべいよりも脆くなっている羽目はいっぺんに消し飛んで、親父の体を反動返しに路地の外へ。と思う間もなく、ぐやっと恐ろしい悲鳴が起こりました。同時に飛んでくる大勢の足音。ホア分どうしました。真っ黒じゃありませんか。ガラッパチの八五郎が先頭に立って飛び込んできたのです。続いて手に手に提灯を持った町役人御用聞きの一体。どっとみなぎる明かりの洪水の中に、最初に目についたのは弾き飛ばされた羽目板を染めてカッと目を見開いたもう一つの死骸ではありませんか。お、やられた。それは言うまでもなく、平次の隙を見て逃げ出そうとした親父が、友部源蔵と同じように左胸元を深々と刺されて鮮血の中に死んでいるのでした。八、安藤や女中をみんな借り出しで出口出口を固めろ。一人も出しやならねえ。増えるものがあったらよく人相を見定めるんだ。真っ先に立った八五郎の顔を見ると、銭形の平次はとっさの指図を与えました。やってみましょう我が親分。宿の門はみんな泥によった船のようだ。起こしてもしっぱたいても他愛がありませんよ。八五郎は平次に答える間にもきびすぼ返して飛んで行きます。その間に町役人、土地の目明かし、
やじ馬をくわえて10人ばかり、提灯を振りかざして狭い路地の中にごった返しているのです。この親父の見知りの人はいねえか。老役人の一人は辺りを見回しました。土地のもんじゃねえが、よく見かける顔だ。道中市の吉兵衛という男だ。なんか山をめっけてこんな格好をしているんだろう。そう言ったのは土地の目明かしらしい四十男です。